こんにちは、ケイダーです。今日もモンストニュースまとめやっていきます。今週もそこまで大きなニュースがなかったですね。まず重心化決定したのはまさかのアレスでした。いや惜しかったな。昨日ね、徳川家康の予想を出したんですけど、まさかそっちの適性で来るかって感じですね。ただまあめちゃくちゃイケメンだったんで嬉しいです。反射ゲージスピード型、性能はこのようになっております。地雷重力対応の神キラー M というところで、まあゲージにキラーが乗ってるから友情コンボで乗ってこないんですけど、ナポレオンが使えるクエストだったら結構強いぞっていうところですよね。相性良さそうだなっていう風に感じました。友情コンボ波長コレーザー EL と貫通毒ロックオンですね。ぶっ壊れではないけど両方ともそこそこ強いぞっていう感じの友情コンボでございます。まあ、全体的にバランス良くて、まあそんななんか汎用性がめっちゃ高いとかいうキャラではないんですけど、貫通変異化なれるっていう点も結構強いですし、用途によっては本当にね、バゲるんじゃないかなっていう風に感じました。中心カビはまたまた来週の火曜日ですね。そして反対地盤モンストの超絶当絶が日本にもやってまいります。6月21日金曜日の19時からなんで、よかったら僕動画2本ぐらい出してるんでぜひ見てください。このクエストはブリーチコラボのケンパチがめちゃくちゃ強いんでぜひ使ってみてください。そして新イベントですね、発表されました。大国主、貫通ゲージバランス型で、性能はこのようになっています。まあ、無難っちゃ無難なんですけど、貫通でこのアビリティって言えば、ソロモンと被ってるんですよね。なんで結構相性いいかなっていう風に感じました。友情コンボ余剰弾と扇形拡散弾で、そんなぶっ壊れの友情ではないですね。で、整数も自強がかつ弱点大ダメージなんですけど、まあ、現状そこまで使う必要ないかなっていうところなんで、まあ、そんな狙わなくてもいいかなっていうふうに感じました。2代目、サルタヒコ、反射ゲージスピード型、性能はこのようになっています。超 AGP ついたらやっぱ強いですね。そして安定の魔法陣なんで、もう最近ほんとこの組み合わせ多いなっていうふうに感じます。無属性耐性 M っていうのも、ニードルパネルとかの無属性攻撃を耐性してくれるんで、なかなかいいアビリティですよね。完全に対安全妙のキャラなんですけど、まあそこ以外でも活躍してほしいなっていうふうに思ってるんで、ダメージスモークとかもね、耐性してくれるのかなっていうところですね。そして3体目、貫通の砲撃型、半魚人みたいな感じなんですけど、アビリティ、アンチ重力バリア、超アンチワープ、友情コンボ、状況ブレス、状況弾撃なんでめちゃめちゃ強いですね、砲撃型でございます。そして触れただけ全てにヒーリングオールを貼る SS ですね。最近なんか14ターンプラス8ターンで多いですね、なんか知らんけど。まあ全体的に見て、こいつはかなり友情でも強いし、超アンチワープ持ってるんで汎用性もなかなか高いし、単純に強いなって感じましたね。今回のクエストはマルチボーナスが登場します。まあ全部これにしてくれたら嬉しいですけどね。そして歳費の代わりに翼が登場するっていうところで、まあなんかカレンネイビスみたいな服してるんですけど、これも音曲できるんでね、作っていきましょうという感じでございます。おまんのニュースはそんなところですね。ちょっと徳川家康外したのもめちゃめちゃ痛いんですけど、となるとしばらく来なさそうですよね。いつ重心化するんでしょうかというところで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。わかりやすかったよとかあればぜひ高評価グッドボタンお願いします。チャンネル登録の方もぜひお願いします。登録ボタンポチッとお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。